皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です、えー、今回は私のオリジナル講座赤松式旧津、えー、山手講座太郎と花子の事件簿という講座についてお話をさせてください、えー、こちらの講座はズバリ本試験の予想問題となっています合計で八回ございます、えー、各回不動産登記を一問と商業登記を一問ずつ出していきます すで、えー、に一回目から四回目までは先行販売されています。五回目から八回目までは、えー、来年の春販売予定です、えー。こちらの予想の方ですが、えー、今のところ結構当たっています。えー、まあどんな感じで当たっているかはレックのホームページの方にもね掲載があるかと思いますので、えー、私の太郎と花子の事件のコーナーをねご覧になっておいてください。えー、昨年度 私のこの講座を受けて予想が結構当たったんで本当の先生助けられましたとねたくさんの声を頂戴しました逆に予想がすごく当たっていたんでそれを聞いてうわ受ければよかったねえ残念なことをしたという声もたくさん聞きましたねまあ皆さん後悔がないようにぜひ受講してもらってチャレンジをねしてみてくださいはいまずは一つ目本試験のズバリ予想的地をね狙っています。 それから2点目なんですができる限り問題の形式雰囲気を本試験に似た形で作るようにに工夫をしています、まあ、他にもたくさん旧式問題がございますけれども私のこの「太郎と花子の事件簿」本試験形式にあるいは本試験の雰囲気に一番近い問題と、ね、自負しております。ぜひこちらの問題を解いてもらって本試験の雰囲気に慣れてみてください。 から三点目としましては、えー、本当に記述に必要な重要な論点これをたくさん盛り込んでいますまあ当然本試験の予想問題ではあるんですがまあその予想の論点に限らずですね皆さんこちらの講座を受けていただくことで記述の幅広い重要論点をしっかりとマスターしていただけるそういった形に工夫をしていますそして解説は極力 コンパクトに行っています私のオリジナルレジュメの方で、えー、だらだらとした解説ではなくてね、まあ、皆さんが手短にコンパクトに、えー、理解できるような形に工夫を凝らしています。はいまあ、そのような、えー、工夫盛りだくさん、ねまあ、そしてやはり何よりも、えー、本試験のズバリ、えー、適地を目指した講座と、ね、いうことになります。 毎年大好評をいただいている講座でございますからまたね今年度もたくさんの皆様の受講生のご受講をですねお待ちいたしておりますでは皆さん是非ねこちらの講座チャレンジをしてみてくださいではよろしくお願いいたします